はい、お疲れです。ええー、先ほど行われてました、香川三メッセ香川の G1 の感想ですね。この今日の香川大会、ワンチャン行けるっちゃ行けたんすけども、まあ、結局行かなかったんですよね。僕は大阪から、開幕、僕は開幕の大阪から、そのまま帰らずに、広島直行して、で、そっからワンチャン香川移動してって、 っていうこともでき,たできるっちゃできたんですけどもそうなるとまるまる1週間家を空けてしまうんでそうなるとちょっと溜まってる仕事とかも、あのー、やんなきゃいけないこと多かったんでちょっと香川行ってるのしんどいなと思って香川はスルーしたんですよねでこの香川はあのー、一応せあのチケット買おうかなと思って一応チケット見たら ひな断石がない、全部あの、フラットウェンのアリーナしかないんで、ああ、これちょっと、あり、全部アリーナだったら見、見えづらいから、あーいいや、うん、ワールドで、うん、ワールドでいいやと思って、まあそんな理由でね、まあちょっと、現地ではないですけども、はい。なんで、まあ今日はね、あの、ワールドで見てたんで、えー、感想はちょっと早めの更新になります。はい。えー、というわけで、えー、今日の香川大会、今、これ、公式の結果見ながら喋ってるんですけども、観衆1219人、うーでも、 なんか1219人っていう数字見ると、まあ結構少ない印象ですけども、まあ大会満足度とかね、熱量はね、結構伝わってきましたよ。はい。まあそんな感じですかね。はい。えー、というわけでまず第一試合からですね、矢野村島 VS 俺たちの真田、高道のググミはい。この試合の感想なんですけども、あなんか真田が第一試合で来ると、おいきなり真田見れるんだっていうね、なんかこのちょっとした 特別感というかこのお得感みたいなのを感じるようになってしまったんですけどもまあこれ僕だけですかねうんなんか真田第1試合で見れるっておっ何か今日ラッキーだなみたいなうんなんかそんな感じですけどもねはいでもそう思う感覚の人って僕とまあこのとあるめんどくせえチャンネルのリスナーさんのまあごく一部だけだと思うんですよねうん うん、だからこういうところがやっぱり今の真田に対してのまあ全なんか現状っていうのを表してるというかもしこれがねこの僕ら以外のこの僕らみたいなこの一部の界隈だけじゃなくてこの新日本プロレスファン全体が「うわ真田第一試合で見れるんだ」お「おんか今日は特別だな」みたいなそういう感覚がプロレス界全体に浸透してないんですよね。うん 例えばこれが、岡田が第一試合登場、オスプレイが第一試合登場、内藤が第一試合登場っていう風になると、これはもうね、実況陣とかも、岡田が第一試合ですよとか、うん、まあツイッターとかいろいろなところ見ても、岡田が第一試合、内藤が第一試合、第一試合から豪華だなとかっていう書き込みとか絶対見ると思うんですけども、でも、真田が第一試合ってなっても、世間一般から見た時に、え、うん、全然別に普通じゃんみたいな。 もう当たたり前の話じゃんみたいなああなんかその感覚なんでだからねやっぱりこの真田の格っていうのはまあこの間ね S ランクから A ランク A プラスランクに落ちましたけどもまあこういうところを考えていくとランク落ちたのはまあ致し方ないことなのかなというふうなことは思いますねはいちょっとまとまりがなかったらごめんなさいただわかる人にはわかるまあそんなとこですかねでまあそんなサラダが第1試合で まあ真田の、まあ、あ、そっか、真田が第一試合で前哨戦かと思ったら、あれ、対戦相手が矢野と村島って、おい、前哨戦テーマねえじゃねえかよ、みたいなね、うん。でね、この試合、あの、しょっぱなゴングになってから、ヤングライオンの村島くんが、いきなり真田に奇襲を仕掛けるんですけども、まあ、それを見て思ったのが、真田、狙われてるうちが花だぞ、っていうのを思ったっていう、まあ、そんな第一試合でしたね。はい、以上です。 はい、続きまして第2試合海の本間加藤 VS 王冠カラムニーマンアキラこの試合の感想寝てましたはい以上です、えー、第3試合ザック藤田とジェイクゲイブ、はいえー、と何気にこれレアっちゃレアなカードなんですよね藤田とゲイブのこのね新世代の絡みみたいなのねでもまあやっぱり あっさり藤田が取られるっていうね。うん、だから、こういう普通のタックマッチで、あっさりフォール取られちゃうぐらいっていうのが、まあ、今の藤田の、まあ、ランクっていうかね。うん、まあ、ヘビーとジュニアっていうね、その階級の差はあるから、まあ、致し方ない部分はあるんですけども、まあ、まだ藤田はね、まあ、こんぐらいの格段だなっていうね。うん、まあ、それを印象付けるっていう感じですかね。で、ジェイクとゲイブのタックがね、結構、なんか、2人ともすげえ仲良くやってんな、みたいなね、うん。ちょっとそれは思ったんですけども、なんか、いつかこのジェイクとゲイブが仲間割れするんじゃないか 説いろいろあるんですけどもいやなんかそれを感じさせないぐらい普通に仲良くやってんだけどみたいなそんな感じでしたねはいでザック対ジェイクはあんまり絡みがなかったんで次の公式戦がザックとジェイクなんですけどもまあこれもどうなるかっていう感じですねはいちょっとザックジェイクは蓋開けてみないとわからないっていう感じですかねただ今のザックは受け主体のスタイルになってるんででジェイクも受け型のスタイルじゃないですか うん、だからこの2人がどうなるかっていうね。ただジェイクは最近ちょっとヒール寄りになってラフ雑報的なのも増えてるんで、まあジェイクがね、まあ攻める展開っていう感じでなりそうかなっていう気はしますね。はい。まあそんなところですかね。はい、以上です。はい、続きまして第4試合、内藤高木 VS。 ハ戦、はい、センディクトーはいワンチャン、これ内藤選手欠場しちゃうのかなーってね、昨日の時点とか、今日のね昼間ぐらいまでは若干そわそわしてましたけども、まあ内藤選手も自分のツイッター更新してたりしてたんで、あ、欠場はないんだろうなーっていうのは思ったんですけども、ただこの試合でね、気になったのが、イービルが内藤選手の膝攻めをするんですよね。だから、今の内藤選手に、 膝攻めをするって、ぶっちゃけタブーっちゃタブーじゃないですか。だからそこのタブーを開けてきたんで、まあ、今、水面からこう期,待期待されている、イービルが内藤選手の膝を壊して、内藤選手を欠場に追い込むっていう、なんかこの説っていうのも、なくはないよなっていう、そんな感じはしましたね。だから今日の前哨戦で、膝攻めっていうね、その伏線を多少甘いといて、次の公式戦で、イービルによる膝破壊っていうね、 まあ、言い換えると、イービルによる内藤選手を休ませるっていうね、あなんかそんな感じがなくはないよなっていう感じはしましたけどもね。はい。まあ、そんなとこですね。はい、以上です。はい、続きまして、ここから B ブロック公式戦、五島対ボルチンですね。はい、この試合の感想は、まずボルチンに関しては、ボルチンの入場してくるときにあの着てるあの,あの着ぐるみみたいなやつ、なんかあれの、あれが妙にこのボルチンを、 ちょっと愛さ,れ愛されキャラみたいな、ちょっと可愛い系の要素を持ってきてるんで、なんかこの辺含めても、なんか中西感をちょっとより強調させるからっていう感じですね。中西も、なんかちょっとしたこう、ちゃっ気な部分とか、ちょっと、お、中西可愛い部分あるな、みたいな、なんかそういうのってあったじゃないですか。だからあの着ぐるみはね、逆に中西効果を倍増させてしまう恐れがあるんで、あの着ぐるみね、ちょっと僕は、 あー着ない方がいいんじゃないかなっていうそう思っちゃうんですよね。はい。で、後藤なんですけども、あのすっかりみんな忘れ,てると忘れてると思うんですけども、この今年の G1 って、後藤の G1 ファイナルカウントダウン、このテーマみんな忘れてないかなって思うんですけども、僕もすっかり忘れてたんですよ。この試合を見ながら、あそうだ、後藤、下手したらこれがラスト G1 だと思って、あ後藤の G1 ファイナルカウントダウンっていうね、この、 隠れたテーマをすっかり忘れてたんで、だからこの試合を見ながらふと、この後藤のね、G1 のファイナルカウントダウンを思い出したんで、だからこれからの後藤のリーグ戦、まあ後藤の試合だしな、みたいな感じでみんな見ると思うんですけども、いや、ちょっと目線を変えましょうと。後藤は今年で G1 が最後になるかもしれない。後藤の G1 ファイナル。そして、G1 の G は後藤の G。このマイクを聞けるのも今年が最後。 こういうい目線で見ていくと後藤宏樹の g 1に対する目線大きく変わると思いますはい以上ですはい続きましてジェフコブ対成田この試合の感想まず試合の序盤でジェフコブが成田に対してあの場外でフロントスープレックスやんですけどそのフロントスープレックスはねあの,観客の椅子に成田っ,、ね、って結構危ない技を受けるなっていうちょっとそれを思ったっすね 1>, あの1月でやった海の戦で食らったテーブルパワーボムとか、まあ今日のジェフコブの椅子へのフロントスープレックスとか、結構危ねえ技を受けるなっていうね、うん、なんかそんなのは思ったですかね、うん。で、これ成田が勝ったんすけども、さすがにジェフコブにダブルクロス勝利はね、ちょっと見ててしんどいものがあったっすね。この成田のダブルクロスも、あのー、僕がちょっと感じたのは、 ユージロのピンプジュースと同じ匂いを感じるっていうね。ユージロのピンプジュースも、あの技が決まった瞬間、観客席がちょっと静まり返るっていうね。フィニッシャーって基本は決まった瞬間盛り上がるもんじゃないですか。例えば、岡田のレインメーカーとか、辻のチーンブラスターとか。でも、成田とユージロに関しては、このフィニッシャーが決まった瞬間、 凍りつくっていうね、うん、だからこの辺で成田はちょっと裕次郎の系譜をちょっと感じるっていうところですかね。はい。まあそんなところですかね。以上です。はい。で続きまして第7試合のファンタズモ対辻。この試合はもうなんかこの試合見てるとやっぱりまあこれ口じっぱく言ってんすけど B ブロックは辻が軸に回ってる。うん なんか辻が B ブロックの主役みたいな感じなんですけど、まあまさしくなんかそんな感じってとこでしたね。で、まあそんな B ブロックの主役、辻を破ったファンタズム、まあ丸め込みだったんですけどもね、でも、この B ブロックの主役の辻に勝ったファンタズム、あれこれ、ファンタズムワンチャン、予選通過、B ブロックの3位以内に入ってきてもおかしくないなって。 っってのは思ったっすね多分、辻って B ブロックの、まあ、トップ3にこう入ってくる、この上位のラインナップになってくると思うんですけども、最終的に、ここって直接対決のほにゃララで、最後にこのね、星勘定で、直接勝ってる方が圧倒的に有利になるんで、あれこれ、ファンタズもこれ、辻に勝ったんだったら、ワンチャンこれ3位滑り込みもしくは2位 なくはないなっていうね、うん、ちょっとそれは思ったすかね。はい。まあそんなところですかね。はい。はい。まあというわけで、えー、G1 でね、初白星を挙げたファンタズム、えー、ここからおそらくポジティブファンタズムになるんじゃないのかなとねいう風な感じはします。はい。以上です。で、続きまして、えー、フィンレイ対ヘナレですね。えー、この試合の感想、途中までは悪くなかったんですけども、最後が、 ちょっとあっさり式のオーバーキルで終わったっていうねあ。まあそんな感じですかね。はい。まあ悪い試合ではなかったですけども、あれちょっと最後あっさりじゃねえみたいなねあ。そんな感じでしたけどもね。うん。うん、でまあこの試合をこうパッて見てってまあ思ったことは、ヘナレはなんか中ボス的な感じで、でフィンレイは中ボスではなく、あの普通の大ボスみたいなね。うん どっちともね、主役とか主人公ではないじゃないですか。うん、だから、フィンレイはあの物語のこのね、主人公に対するこの大ボス。で、ヘナリは、ヘナレはその大ボスの手前の中ボスみたいなね、なんか大ボス対中ボスの対決みたいな、うん、なんかそんな構図で見てましたね。はい。まあ、そんなとこですかね。はい、以上です。 はい。というわけで、えー、最後メインイベント、ちょっとこれはまたゆっくり、えー、じっくり語りたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。えー、では一旦この辺で失礼します。See you next time.